こんばんは、平井弘明です。今回はアプローチの送り方、クラブの送り方ですねをやっていきたいと思いますけども、これはやっぱりアプローチって重要ですし、なかなかこううまく打てない方がやっぱ多いので、ちゃんと送り出してますよ、クラブ、ボールとクラブ。行ってらっしゃいしてます？ちゃんと行ってらっしゃいしないと返ってこないんですよ、いい答えが。だからちゃんとターゲットに対してクラブとボールを送ってるかどうかをチェックしていただきたいがために、この動画撮っていきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。送るってない、初めてだよね。送り方そんなのが必要なの？必要です。これは今たまたまウェッジ持ってアプローチやるって言ってるけど、これドライバーまで一緒、全部送り方かもしれない。むしろパターまで。パターも送り方か。あ、入社の次の送り方だから、入社が決まったら送られる場所が限られるわけよ。あ、そうだね。そうだから、その送り方をちゃんとやってなかったら、うん、ダメ。せっかく入れたのにちゃんとしたら受けていかないというか。そう、例えばよ、ダメな送り方、ストレートのアプローチ打つからっつってまっすぐこうやって入れるじゃない。これね、これ送ってないでしょ。送ってない。そう、送ってなきゃちゃんと行ってきますしないから。しないけど、うん、その後のボールの見方は関係ないから、うん、いや、IBC はみんなこうよ。みんなこうよ。みんなそう。そうよ。そう。IBC は仕上がってるから。そうだよ。スタート前から出来上がってますから。そう。これが遅れてない。そう、送ってない。そう。例えばじゃあ、あの今狙ってる50ヤードのグリーンに、ここまではいいよね。ボールまではこうやって当たります。こっから50ヤードにボールを打つ、こう飛ばす送り方をしなきゃいけない。そう、単純にインパクトからここでフォローが終わってたら50ヤード多分飛ばないんだよね。そうだったらドライバーここまででいいんだよね。でしょ。だからドライバーは200ヤード250ヤード飛ばすフォローを取るわけじゃん、送ってるわけじゃん、クラブを。50ヤードも一緒なの。ちゃんと50ヤードの距離に対しての送り方をしなきゃいけないの。いいっすね。そう、今のが平井の50ヤードはここでクラブがこう立つ、左肩の前にグリップが来てクラブが地面と垂直になる、これぐらいのイメージ。1人を打つ時にさ、9時3時、9時3時、うん、だとどんぐらいとか、うん、何時何時だとどんぐらいって決めないでねって言ってたけど、うん、その送り方の感じで大体こんぐらいだっていう。そう、なんとなくね、その50ヤードのスピードで動いたらここで止まるっていう感じ、うん、だからきっちりここに止める必要はないんだけど、でもなんとなくその辺に行ってないと50ヤード付近には飛んでいかないよってことなんでね。例えばこれスピン系打ちますって言ったら、多分5時半か4時ぐらいじゃないかな、こうやって。そう。戻りましたね。そう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 、ああいう感じになる。球質に違うんだけど、ちゃんとクラブをターゲットに対してこうやって送ってるかどうか、こうやって、それってすごい大事。これドライバーもそうで、全クラブそうなんだけど、アイアンだったらこれ今8番ね、8番でじゃあ150ヤード打つって言ったら、150ヤードの送り方をしなきゃいけないし、そうだから番手と距離によって送り方って変わりますよってことなんでね。例えばじゃあ153ヤード飛ばそうって言ったら、ここまでこうやってフィニッシュも行く可能性も出てくるんでね。そうだ、ああいうなんかこう自分の変化っていうのを出してあげた方がいいね。ちゃんと送ってますよっていうクラブをね。パターの送り方はどうなの？パターのヘッドの出し方、こうポンっていう、そう、こうはないから、そうちゃんとこうポンってやっぱヘッドをかごって出なきゃいけないから、その送り方もそうだし、あとオンラインサロンではアプローチの球種によっての送り方やります。
こう来るのか、こう来るのか、こう来るのか、全部の解説はします。本当にいろんな球質によって変わる。例えばちょっとやりたいのはグリーン周りで、それ多分5ヤードぐらいね、の半分、2ヤードぐらい、あ、もっとちっちゃいね。全然いいね今の。うん、そう、完璧よね。使い方難しいんだ。難しいって言われてるんだけど、全然楽勝。うん、完璧入れ方。なんだ、あ、それ入れ方あんの？それプロ化してんじゃないんだ。スーパースローできないの？ジャストで入れてここに落とすね。スロー取った方がいい？いくらちっちゃいアプローチでもドライバーでも、もうクラブのボールへの入れ方っていうのはもうどんな状況でも意識する。そう、どこに入れなきゃいけない、したらあって固められますボール。そう、いないでしょ、いないでしょ、そう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 、できるんですよ。そう、だからクラブの高さ、この打ってるこのクラブヘッドの軌道のこの高さも自分でコントロールしながら高さを把握してなきゃいけないし、それって何って言ったら、やっぱり外に引っ張られる圧を調整してんだよね、遠心力。ドライバーは均等に圧がかかってた方がいい。で、番手が短くなればなるほど部分部分に圧が集中してた方がいいの。パッっていう感じなのか、ブワーンっていう感じなのか、ブワーンって感じなのか、上級だな。でも本当にプロの中でもすごいいいな、あの球打ちたいなっていうのが見たとするじゃない、プロが。したら今のどうやって入れたのって聞く。それはね、やっぱり知りたいよね。で、どう入れるかと、どう送るかって、そうだね、それはめちゃくちゃ大事よね。その2つがね、やっぱ相当意識してもらいたい。送り方は人によって違ったりするの？球質によってもタイミングによっても違うし、だから本人が本当は一番知ってるはずなの。こうやって送りたいとか、こういう送り方をした方が本当は打ちやすいんだけど、それが合ってるのかどうか分かんないって思っちゃってる方もいるし、なりに動いたら多分一番いい送り方って多分するんだよね。そうなんだ。いじってなかったらスイングとかと一緒で、こういう送り方がかっこいいみたいな固定観念が出てきちゃう。あるある。例えば平井は誰のゴルフも見たことない、自分のゴルフしか知らない、うん、って言ったら8番アイアンで打つ球が正解じゃない、自分の打つ球しか見てないから。じゃあ徹くんが8番アイアンで170ヤード飛びましたって言ったら、それがよく見えるでしょ。したら自分の8番アイアンを170ヤード飛ばしたくなるのよ。したら自分のスイングはもうできないの、自分を知らないから。いや、平井は150ヤードでしょって、うん、それが分かってないと150ヤード収められなくなっちゃうのよ。そうすると入れ方も送り方も変わるの。もっと飛ばそう。そうなの、そうなの。そうすると自分のスイングができないからもう戻れないのよ、原点に。意外と多いのが飛ばしに悩んでる方、飛ばないって言って、そういう方はそういうスイングの壊し方をする方をめっちゃくちゃ多いから。で、わけわかんなくなっちゃいましたって言って当たんなくなっちゃいました、全然いる、めっちゃくちゃいる。自分は自分だっていうのも毎回言ってるし、そう、自分の飛距離が確立されてないのに他人の飛距離を求めるとぶっ壊れる。この前の動画だったけど、まず自分のその 100% の距離、そうそうそう、知らないとね。そうすると8番で例えば130ヤードの人だったら、130ヤードきっちり飛ばせるようになってからその上の飛距離を求めないと、スイングがもう何がいいのかが分かんない。当たるか当たんないかだったらまず当てなきゃダメよね。当たるようになってこないといけないから、だからその本当に順序があって、そういう段階を踏まないと本当に壊れちゃう。で、自分のスイングと自分の考え方、本当の考え方っていうのはすっごい大切ってことを分かってもらいたいの。何でもかんでもスイングを変えたいんじゃなくて、まずはもう無職の自分のスイングをどれだけ完成させられるかっていうのを本当はやった方がいいんだよね。すっ
っげーいいスイングするのよ。わがままスイングでしかないから、誰にも教わってないと。それってねすごい強いの、自分の動きたいように強いように動くから。だから IBC ってお前飛ばないなっていう人一人もいないのよ。飛ぶ全然もうみんなブンブン丸だからそれは形にとらわれてないの。俺それすっごい大好きなの。 IBC メンバーの好きなところ、自分の最大限の飛距離を出そうとする動きしかやらないから、もうねめちゃくちゃ俺はね見てて楽しいし、そうワクワクする。だから当たった時は俺と同じぐらい飛ぶからやっぱ嬉しいよねそういうのね。それ以上飛ぶんでしょ。それ以上飛ぶ。それ以上飛んでなんでプロが飛ばないのって言ってくれてるどうせ。カイキャノンねいや、やばいから飛距離が。やっぱねすごいよ。ドライバーの音が俺は鳴らないぐらいの音鳴るから。あ、そう、うんうん、半端じゃない音鳴るから。さばきが早すぎるまあね、野球ばかりとかね、サッカーばかり多いからパワーがあんのよ。ああいうそのいじられてないスイングで、すっごい俺もっといいなと思うところは直そうとしてないそれでいいんだよね。いいのいいの、楽しんでるから。そうだ、そういうゴルフってすごいいいなと思うよね。そうだから、そのクラブのボールへの入れ方とクラブの送り方っていうのが分かってくるとすごくいいゴルフになってくるし、思い通りの距離と球質が打てるようになってくるんで、その意識は最初できなくても持ってた方がいいで、それをやろうとした方がいいから、アプローチからでもいいんで、そうだからそういう動きをちょっと意識してやってみてください。はい、今回の動画は以上になります。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。